はい、おはようございます。ラスカルでございます。今日はですね、ちょっと僕の気になるお店を見つけまして、どうしても行きたくなってしまったお店に来ました。というのも僕らね、結構頻繁に動画で撮影に伺うので、いろいろなお店を常に調べてるんですけど、うちのね妻と毎週撮って見てるバナナマンのせっかく早起きグルメというテレビ番組があるんですけれども、そちらのね一コーナーにちょっとね気になるメニューがあったんですよ。というのも、そのコーナーで紹介されてたのが、大食いをしたことがないご夫婦が初めて二人でね特盛のうどんを食べたみたいなコーナーがやったんですけれども、そこのお店がなんとね、うどんだけではなくてパフェも一緒に提供しているお店さんでして、これは絶対に紹介したいなと思いまして、本日はこちらクーさんに訪れております。今日はですね、もともとデカ盛りがあるんですけれども、僕仕様にということで、通常提供しているメニューよりもさらに量をね増やしたデカ盛りをいただけるということで、お腹にね余裕があればもちろんパフェも食べたいところではございますが、どんなメニューが来るかちょっとねまだわかんないので、お腹ね、しっかりと空かせてきました。できる限りねスイーツも紹介できるように頑張りたいと思います。ということで、ただいまですね、こちらクーさんの店内に入ってまして、さっきねちょっと今日いただく器を見たんだけど、正直僕らの撮影でもなかなかお目にかかれないサイズの器が用意されてました。まあ、ちょっとねその器の大きさだったりとか品の量っていうのは後ほど紹介するとして、まずはね初めにこのクーさんのお店のご紹介。もちろんですね、先ほど店名にもあるようにうどんとパフェが食べられるうどん屋さんと喫茶店がね合わさったような、なかなかね他では見れないような珍しいお店さんなんですが、注文方式としてはセミセルフサービスということで、伝票を書いて店員さんにお渡ししてもらって、できたら料理が来る、そんなシステムでして、いろいろとねあったかいうどんから冷たいうどんで、つけうどんなんかもちろんありまして、さっきねテレビで紹介されてたデカ盛りっていうのがこちらでございます。クーのこれでもか天ぷらうどんということで、一品が1683円なんだけれども、麺だけで約量が 900g、 上にね天ぷらも乗ってたりとかおつゆも入ってるんで、全体的に言うとおそらく 2kg ぐらいのデカ盛りなんだよね。ただ今回に関してはそれよりもね倍ぐらい多いんじゃないかと予想しております。やっぱりさ、このパフェのお店とか喫茶店のお店のスイーツって季節のねフルーツとかも使ったりしてるところ多いじゃないですか。絶対食べたいのよ、甘いもの大好きだからちょっとですねデカ盛りが来るまで気合い入れて待とうと思います。ということで、ただいまですね、本日いただく巨大なうどんが完成して到着しましたが、想像の倍ぐらいすごいというのも、今回ですねちょっとお話しさせてもらった時に、一応うどん天ぷら、まあいろいろとね込み込みで5キロぐらいとお話しさせてもらったんですけど、麺だけで5キロあるそうです。でプラス天ぷらなので、おそらく6キロは余裕で超えてるんじゃないでしょうか。もちろんね、今回チャレンジメニュー等ではないので楽しんで食べていこうと思うんですけれども、ひとまずね早速こちらの出来立てをいただきたいと思います。いただきます。ちょっと麺いくか。うわー、このうどん楽しみなんだけどさ、今日冷やしなのよこれ。だからもうねちょっと序盤から不安はいっぱいいただきます。あ、うどんうまっ。うどんこれ皆さん見えます？埼玉県のね小麦を使用した麺らしいんですけど、コシもしっかりあるし、喉越しと香りと、やっぱ久々にこの暑い時期に冷たいうどん食うといいな。徐々にね天ぷらも紹介しながら食べていきますか。でひとまずこれさつまいもでございますね。揚げたてのさつまいもです。うまいよね芋。
これかぼちゃですよ。うん、うまっ。夏の時期なのに甘み強っ。もうかぼちゃなんてスイーツよ、ほぼ。大葉うまっ。ザクザクだ。ここら辺は柏店かな。めちゃくちゃでかいんだけど、おそらくこれ柏かな。サイズ本当これ半身よ。やらかうまっ。メニュー表だと鶏天っていう名前なんだけど、これ1個で215円。これは絶対追加した方がいい。うまっ。今回のね、冷たいおうどんでももちろんうまいけど、あったかいおうどんとか注文して、このね、油とかがスープに浸ると、多分ね、もっとうまいと思う。個人的にさ、ちくわって天ぷらにすると通常食べるときよりも3倍ぐらいうまく感じないですか。好み的には僕めっちゃ好きなんだよね。うまっ。そうですよね、腰強くて噛み切れないから、だいたい普通の方 1,2 本ぐらいで口パンパンって感じですよね。こんなにすする人いないですよね。皆様もぜひね、このクーさんに来てうどん頼まれた際、冷たいのは本当に腰が強くて多分口パンパンになるんで、僕の真似していっぱい取らずに 1,2 本ぐらいで食べるのが多分ベストだと思います。ちょっとね、この辺りでずっと気になったこの巨大なかき揚げ、でかっ。これでっかっ。引き上げてみたら想像以上にでかい。食べ方どうしたらいいんだろう。これちょっとこのままいただきます。うん、あーうまっ。ザクザクだし油切りもいいし、この玉ねぎの甘みとかさ、野菜のこの旨味がない、詰まってる。うまっ。うわ、うん、
つゆに、つけまして、うまそう。結構すすってますけどね、全然減らないですね。いつもラーメンとかだとすり鉢が多いんですけど、すり鉢だとこうしぼんでいくんで麺減っていく感じするんですけど、これだとみんな平らだから全然減らないです。でも徐々にお腹はいっぱいですよ。徐々に。いや、そうか、あれですもんね、作ったやつのお持ち帰りとかもあるんですもんね。 お持ち帰りもそうですもんね。でも、でもなんだかんだ、あの麺これだけになりました。ここの麺は全部なくなりました。あの今この光景を見て、あの普段見てくださってる視聴者の方もなんかうわーってか。でも最初こうあったんでだいぶ。そんな生で見ることないですよね。なんだかんだ、まあ、器は重いから分かりにくいけどだいぶ減った気がする。ちなみに今これだけ食べてこんな感じですね、しっかりと。これちょっと正直に言っていいですか、最近ね、あの僕の動画の方でもチャレンジメニューちょっとずつ増えてきてると思うんですけど、正直よ、正直今チャレンジメニューより苦しい。うん、
ひとまず、麺はね、これで、ね、ラストです。うぅ、苦しい。今日はね、ちょっといろいろとサービス、愛情含めてね、いっぱい持っていただいたんですけど、ちょっとね、これ以上天ぷらはきついんで、残りのね、この揚げ物類はテイクアウトさせていただきたいと思います。はぁ、あ、ちょっと、苦しい。ということでですね、本日は僕がテレビを見て気になっていたクーさんで、この特製の超デカ盛り、おうどんですかね、いただいたんですけれども、愛情がすごすぎて食いきなかった天ぷらが一応ですね、伸びちゃうといけないので麺だけは完食をさせていただきましたが、この天ぷらはね、ゆっくりと家に持ち帰って残りもね楽しませていただければと思います。で、せっかくね、こういったお店になったので本当はパフェをね紹介したかったんだけど、もう全く食べれる余裕がございませんので、またね改めてこのクーさんに来させていただいて、2回目にねスイーツも含めていろいろと紹介するような動画が撮れればいいなと思います。はい、ということで今日はそんな感じで、ちょっとねもう頭が回らないぐらいお腹いっぱいですので、エンディングは簡単に締めさせていただきます。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。